思考回路がついていかない。前頭葉を鍛えるゲームかこれは。どうも、鳥の爪団ソートです。ホラーゲーム企画カラスの爪第215弾はこちらのゲーム、タマゴートというこちらのクセホラーゲームやっていきたいと思います。どうやら鶏が出てくるホラーゲームみたいですね。早速やっていきましょう。スタート。うん、この卵割った。ちょっと待って、うわ、クセだ、クセだ。目が赤い黒い鶏、こっちすごい見てる、すっごいこっち見てる。で、順番に卵を割っていくみたいですね。やっていきましょう。何がしたいんだろうな。キュエー。で、またどっかあれか、あ、やっぱそうだ、なんか割った時の音が違うのかな。デモ映像みたいなのも見たんですけども、大体そんな感じでした。あべー。これ人がやってるだろうなあ。この効果音人がやってるだろう、鶏の声。ポケーって、もうある意味いろんな意味でホラーだわ。うまいな鶏のモノマネが。最高だな、マジで鳥の爪団にふさわしい、そういうゲームですね。まあ、でも同じ声だったね今ね。あ、ちょっと遠いぞ。あれ、なんであんな遠いんだ。なんかハーハーしてる。何、え、ちょっと待って、怖い。大丈夫かな、近寄っていいかな。ちょっと怖いな。なんでそんな卵状態なのになんでハーハーしてんの。もう中でしっかり生きてるじゃん。オーケー。てか、そもそも鶏がもう生まれるっていうのが不思議だよね。ひよこじゃないっていうね。あれはちょっと今までと違う。あれ、あ、あ、な、落ちる落ちる、落ちた落ちた。え、何、プレスエスケープトゥーエグジット、もしかしてだけど終わった。金色の鶏、めちゃめちゃ囲まれてるじゃん。なんなんこれ。あ、奥行けない、あれ割ることできない。え、じゃあもしかして終わり、あとすぎる。ちょっと待って、前衛的すぎて思考回路がついていかない。前頭葉を鍛えるゲームかこれは。ということで今回は鶏が出てくる、これホラーゲームって言っていいのかわかんないけども、一応ホラーゲームのジャンルでリリースされてたんでホラーゲームだと思います。タマゴウトっていうクセホラーゲームやってきました。またよかったら別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。